一つ聞いておくが。え。お前を追ってきているのはアンドレオ・ロカッティか。え、なんでそれを知ってるの。やつは何をよく使う。何でも。でも基本的にリボルバーかしら。なるほど。で、具体的にはどうするの。それはな、レプレイ、今のうちなら何とか許してやらないこともないぞ。アンドレオ。誰だか知らないけど助けて。誰だ。先ほど一緒にいたように見えた人間だと思います。人質か。そうかもしれませんね。関係ない人間が死ぬと後々面倒よ。助けてください。助けてくださいだとよ。なあレプリー、そんな奴を盾に逃げられるとでも思っているのか。あんたたちがまともな神経の持ち主だったら大丈夫だわ。じゃあ、あいにくだな。チェックメイトってやつね。俺を殺す。あいにくもうあなたと話す気はないの。
残酷だと思った？人が死ぬことはそんなに特別なことじゃない。殺すのも殺されるのもまたしかりだ。それに残酷だと思うのは、その人間がその対象に恐怖を抱いている時だ。俺はお前に恐怖は抱いていない。あなたって不思議よね。何も聞こうとしないし、言わない。そうか。そうよ。なぜ聞く必要があるんだ？え？それは、そうよね。自分の好奇心を満たすため、とか。なるほどな。でも俺が知りたいレプレの情報はもう手にしているから、もう聞く必要がないと言えば、レプレは納得するか？うん、普通の人は納得しないわよね。じゃあ君は？信じてもいいかもしれないってとこ。それはどういう心境の変化なんだ？それは秘密。聞けると思っちゃいないがな。でもアランって何者？あなたは誰？ただの愚か者さ。好奇心から死に至る猫、蜂蜜を食べて出れなくなったクマかな。キザすぎ。俺もそう思っていたところだよ。確かに変人よね。
レーニエか。ああ、どうしたんだこんな夜中に。あ、ちょっと眠れなくて。歌。え？歌を歌っていなかったか。はい。声大きかったですか？昔聞いたことのあった曲を思い出して歌おうとしたんですけど、忘れちゃってました。ああ、なるほどね。空が綺麗ですね。でも私は時々この空が嫌いになります。嫌い？はい、嫌いというよりも怖くなります。どうして？空は広いですね。どこまでも飛んでいけそうなくらい。私はその広さが怖いんです。手のない空が。だって飛んでいけば、いつかきっと落ちて死んでしまう。そんな風に思えて。イカロスだな。え、何ですか？イカロス、ギリシャの話でね。空を飛び太陽に向かっていった人間さ。太陽に？蝋で作った羽を持ち太陽に向かって飛んだ。そして大空高く上がったところで蝋の羽が溶け、彼は海に落ちて死んだ。かわいそうな人ですね。だけど彼に悔いはなかった。彼は死ぬと分かっていた。だが目をつぶしても真実の太陽を見たいという欲求があるように、彼もまた太陽にたどり着きたいと思った。それは人には無理です。無理だろうね。だけど彼はやった。やらずして生きていくことができなかった。諦めることなど彼にはできなかった。諦めることのできない。そう。そして今は無理かもしれない。だけどいつか自分ではない誰かかもしれないが、きっと太陽にたどり着けるだろう。それを信じていたんだよ。
諦めたら全てそこで終わる。理性的に諦めるということが大人だと人は言うかもしれないが、それは多分ただ利口な子供というだけなんだろうね。パレルモさんもそう思っていますか？どうだろうな。自分たちは複雑になりすぎた。全てがそうであると言えるほど自分は純粋じゃない。だけどきっとそうなのだと思うよ。きっとそう。本当のことはね。寒くなってきましたね。ああ、そうだな。戻ろうか、レニー。はい、パレルモさん。寒っ。